ジオランドです。はい、今日はご存知バーミヤンにやってまいりましたということで、こちらで、夫婦で案の定山ほど食べたいと思います。15時からの撮影ですので、チビランドちゃんはもうお昼ご飯を食べております。おやつを食べるそうです。はい、ということで行きましょう。ゴー、フジオランド。ということで、お店の中にやってまいりました。お腹すきましたね。昼抜いてますから。メニューがございまして、こっちの、どうしよう、タブレット注文なのかな、うん、はい、こちらで便利、はい、じゃやっていきましょう。うわ、どうしよう、私さ、絶対さ、ごま団子食べたいもう最後のやつだけど大好きなんだもん。だってうわ、餃子美味しそう。餃子行くっしょ。餃子は行こう。シビカラは何それ。シビカラ赤餃子、はい、別にあんまり興味ないかも普通の本格焼き餃子が食べたい。よだれてるわ。うん。あ、このなんか肉味噌きゅうりが地味に美味しい。どうする？あ、よだれ鶏も美味しそうだね。うわー、唐揚げも美味しそうだし。参ったな。うわ、パパ見てごらんなさい、これ油淋鶏超美味しそうだよ。ちょっとね。参ったな、どうしよう。全部うまそうやから。参ったな。ちょっと麺見して。麺、麺もいく。うわぁ、ほらほら、チビランドめっちゃ食べるからね、このバーミヤンラーメン。うまいもんだって。美味しいね、これ超美味しそう。何これ。濃厚具沢山のチャーシューつけ麺。うわぁ、上もうまそう。チャーシューと本当だ、黒回りの。私、五目焼きそば大好きなんだよね。好きやな、うん、ちょっとどうすんのよ。どうしよう。わ、待って、まだある。担々麺ある。サンラータンも大好きだよ。どうしよう、参ったな。あ、ヒデジーの好きな担々麺がある。しかも私の好きなごま団子とセットだ。参った参った、どうしよう。ちょっとまずは餃子、やっぱ人気らしいんで餃子は頼もう。餃子行くっしょ、うん、餃子頼んで。肉味噌きゅうりかよだれ鶏か。肉味噌きゅうりがいい。肉味噌きゅうり、うん、はい、と餃子、餃子。チビランドフライドポテト食べる？ちょっとシビカラも言っといていい？シビカラ。いいよいいよ。食べる？チビランドフライドポテト食べたいらしいよ。フライドポテト。はい。うわ、まあ春巻きもうまそうやな。でも待って、あんまりさ、こういうのを頼んじゃったらサイドメニュー。サバの唐揚げ甘酢醤油。聞いてんのあなた。サイドメニューをたくさん頼んじゃったら本番があんまり食べれないんですね。主催どうする？もうそっち行ったの。うん、黒酢めっちゃ混ぜてん。わ、黒酢豚。美味しそう。こういく？あのさ、酢豚って家で作るの超かったるいのよ。だからこういうところで食べたい。これする？うん。黒酢豚。ちょっと炒め物も他も美味しそうだよ、パパ。私チンジャオロースめちゃくちゃ好きなんだよね。言うとく？食べれる、そんな安くない？安い。初めて見るわけじゃないのに毎回思うんだけどね、安くない？麺は麺。麺、私これ食べてみたい。つけ麺、具沢山のチャーシューつけ麺。うん、違う？確かに。つけ麺はもう知らんかった。知らなかった、つけ麺。正直バーミヤンラーメンはもう毎回頼むからさ、うん、皆さんも絶対ご存知だと思いますし、うん、というか、つけ麺も知ってるよって言われたりして絶対パパ、チャーハンは行こうよ。チャーハン美味しいじゃん。あ、でもどうしよう、サンラータンも美味しそう。パパ苦手？酸っぱいの。いや、ノートないよ。サンラータンのは大丈夫。うん、チャーハンは？チャーハン、天津飯あるやん無理やな。無理じゃん。2で来るとこちゃうな、ほんま。ほんとだね。うわー、どうしよう。じゃあ行く？お米も頼みたいもんね。青菜チャーハン。うわ、青菜チャーハン美味しそうだね、うん、どうしよう。普通のチャーハンか、天津飯にする、うん、天津飯行くか。いい。でもさ、まださ、止まってないんだよ。もうすでに8品言うてもらってんねんけど。いけるかなちょっとこれいっとく一回。うん、私ごま団子で肉味噌きゅうり、餃子、シビカラ赤餃子、ポテト、黒酢豚、チンジャオロース、つけ麺、
天津飯。うん、すごい万博。でもそれで言うとポテトチビランドだよからな。そうそう、チビランド。こんだけ頼んで4,105円。えぇ、安すぎる。小籠包いらん。大丈夫、いらない。とりあえずいい、うん、とりあえずだってこれ2個も頼んだんだよ、なんか。そっか、ドリンクコーナーからお水、スープをお取りください。はい、うわ楽しみ。うん、あデザート見ちゃおう。食べたい、これ。あとこれ美味しいって聞いたんだよね、台湾カステラ。うん、美味しそう。じゃあやっぱごま団子だ。揚げパンあるやん。揚げパンあるね。揚げパン好きな？揚げパン好きや。揚げパン嫌いでしょ。揚げパン美味しいよね。今ってだいたい落ち着いてる時間帯じゃないですか、お店の方も。はい、はい。こんなにオーダー来てめちゃくちゃ迷惑なんで。急に。そう。めっちゃオーダー来た。ちょっとホッとしてる瞬間やったらね、あいつが。二人、大人二人だったんだ。こんな食うかみたいな。ほんまや。食べたかった。言うてもええよ。できなくよ、この値段で食べれるのか。頼もうよ、ペンギンだけ。ちょっとスープ、これ行こうよ。あ、そっか。ちょっと取ってきて。え、また私？だから奥座ったんでしょう。そう。何なるこの人。行ってきて。スープ代わりどうぞ。登録ボタン押してね。あ、晴れた。スープの何スープだった？いただきます。醤油わかめスープ。うん、美味しい。ね。うん。美味しい。このスープがまた食欲をそそる。うん。だからチャーハンの横についてきた感じの。はいはいはい。お昼だと定食もあるからね。うん。全然美味しい。こんなさ、ここ上マンションやったよ。うん。やばいな、この上住んでたら。ランチはバンみたいな。チンジャオロース定食なんで、チンジャオロースとご飯と餃子と野菜ついてて、179円で、信じられない。毎日昼ここで。本当だね。何から栗でしょうか。きゅうり。あ、肉味噌きゅうり。うん。うえ、つけよう。うわ、声が。ほっといて。ほっといていただきました。だって怖い顔してても。白目向いてたで。うわーって怖い顔してても、ほっとけないでしょ。ねえ、ほっとけないでしょ。キーカーないじゃない、ジビランドちゃん。うわーって怖い声出してさ、白目向いてたらさ、ほっとけないでしょ。悪魔がいるのかと思ったよ、横に。聞いてます？聞いてるか聞いてないか教えてください。聞いてますね。あのちょっと大きな声で喋ってますけど、ちょっとバーミヤンさんが配慮していただきまして、あのこの周りには他のお客様いらっしゃいませんので、こんなやり取りさせていただいてます。聞いてないの？聞いてるでしょ。ジミランドさん、聞いてるか聞いてないかだけ教えてください。聞いてないなら右手挙げてください。お手手挙げてください。聞いてないのか。左手が上がりましたね。聞いてないのか。あ、北っぽいね。さあ、第1弾何かな。俺はシビから餃子とピタン。すいません、失礼します。はい、お待たせいたしました。まさかのフライドポテトだった。チビランドが待ってた。うわー、黒酢豚。うわー、はい、いい香り。はい、ありがとうございます。肉味噌きゅうり。肉味噌きゅうりも来たよ。いいえ、最初はフライドポテトだから。すごい、食べましょう。これチビランドに分けよう。わ、ちょっと待って、こんな白ご飯に合うもの頼んだのに白ご飯頼んでないで。白ご飯食べられるようにない。炭水化物はもう山ほど。そうだね。あ、ほんとだ。はい、どうぞ。落とさないでよ。じゃあ、いただきます。だよね、だよね。これ、小さなお皿いる？どう？うまい。肉の旨味と。いただきます。味噌がでも控えめやわ、うん、なあ、ちょっと肉のうまさの方が引き立ってる。うん、うん、失礼いたします。お待たせいたしました。こちら天津飯でございます。うわー、うん、こちらシビコラ赤餃子、はい、すいません、こちらに失礼いたします。うわー、
ちょっと辛そうだよ。うん。こちら焼き餃子でございます。はい、ありがとうございます。あ、ねえパパ、さつまいも入ってる。美味しそう。あ、黒すぎた。うん。いただきます。どう？うん。はい。おいしい。うん。うん。うん。肉柔らかい。うん。黒酢感しっかりめやね。うん。うまい。ちょうどいい酸味だよ。うん。揚げ具合も。さつまいもたまらん。ちょっと、シビから餃子いっとこうかな。私、チンジャオロース食べる。いただきます。うん、お野菜シャキシャキだわ。うん、最高。ライオンも入れる？でもシビからありますよ。ライオン入れる？うん、普通から食べて。はい。わー、美味しそう。やばいな、これ。いただきます。夢のテーブルじゃない？うん。うまい。うん、肉汁じゅわって出てくる、うん、野菜甘くて、うん、野菜の甘みめっちゃ出てるね、うんうん、肉もちゃんとしっかりめに入ってる。あん多いな。多い。皮薄めだよね、うん、満足感がすごい。ちょっとシビからいっちゃうよ。どんぐらい辛いのかちょっと食べてみた。辛い。うまい。辛い。あの、フォアジャオ系の。でも、めちゃめちゃビリビリくる感じじゃなくて、うん、ちょうどいい。うん。あ、いける。ちょうどいいしびれ感。ほんとだ、しびれ系だ。うん。いける。おいしい。うん。あ、おいしいね。うん。やりすぎてない感じで。うん、うん、うん。ね、酢豚のこの肉、すごい柔らかくておいしい。うん、こんな、何だったっけ、これ。こんな安いんだったら、全然自分で作る気しない。すごいとは確かにお店やな、うん、すごい今白いご飯食べたい。天津飯は食べる。うわー、柔らかい。え、パパこれ2個食べた。うん、早っ。私、バーミヤンの天津飯食べたことない。俺もないかも、うん、初。なんかメニューがありすぎて天津飯意識がいってなかった。意識がいってなかった。ありがとう。いただきます。うーん、あー、うまい。優しい出汁の。いい。あ、これチビランド好きだわ、絶対。うん、お待たせいたしました、チキンダック。あ、はい、はい。こちら楽しみにしていたチキンダック。チキンダックは400円ぐらいだったよね。はい、ありがとうございます。これハーフの。こちらでサラダ。ありがとうございます。ありがとうございます。シビからめっちゃうまいよ。うん、これ食べていい？うん、デブリンだ。うん、めっちゃ本格的やん、うん、ねえ、うん、すごい、超本格的。あったかい、熱いよ、ちゃんと蒸されて、蒸されて。たっぷりが美味しいよね。美味しそう。甘みが美味しいんだよね。ちょっと美味しい。いただきます。はい。どう？うん。あ、そう。うん。北京ダック、あんのも知らんかったし。うん。百いくらだね。あ、そう。普通さ、ちょっとさ、北京ダックって皮だけじゃん、うん、お肉ついてるから満足感が。ああ、なるほど、うん、なんで頼んだことなかったんだろう。すごい美味しい。皮がすっごい美味しい。六本木牧場のチャーシューつけ麺でございます。いよいよテーブルが乗らないぐらいモリモリになってきた。うん、うまっ。北京ダックめっちゃうまい。本格的やな、うん、生地の方もすげえほんのり甘くてさ、うん、薄いのにもってもしてるや、このつけだれのお店濃いめで、うん、そう、麺いったらいい。いい。思ったよりすっごい濃厚そうなんだけど。はい、パ
これちょっと一緒にしちゃっていい？うん、開けるやつ開けていかんと。うん、ペキンダック食べる、俺食べていい？いいよ、食べて。これもうさ、このまま取り皿取らないで、このままつけて食べていい？はいはい、うん、うまいな。いただきます。わぁ、超濃厚。別に高級店で食べる北京ダックと変わらない。ママ、あの夜のやつやりたいよ。ちょっと待ってよ。何系？え？何系なの？豚骨じゃない。そう思う。魚介？ママ、ほら。なんだろう。鶏？ほら。天津飯のあんもめっちゃうまいわ。あれかな、この醤油は鶏の味だし、うんうん、パパちゃんはパンがすごい美味しい。すごい美味しい。このスープ超美味しい。このつけ麺塩太麺、うん、何だろう。何やろ、私分かんないでしょ。手のこと言ってる。言うやろ、この感じ。分かんない。濃厚なんたらスープとか、何スープって書いてあった。でもちょっと鶏の感じしないですか。うん、鶏の感じすると思ったんだけど、ね、でもちょっと魚介っぽいっちゃけど、うん、分かんない。うまい。で、結構しっかりさ、うん、漬け汁が濃いんだけど、うん、麺が普通に太すぎなくて、太すぎないからあっさりいける。うん、美味しいな。天津飯、天津飯うまいな。美味しい。つけ麺の漬け汁がだんだん冷めていくのどうしようもない、うん、でもその変化も楽しむ。このスープすごい美味しいね、うん、チンジャオロースも相変わらずシャキシャキだよね、うん、私つけ麺ってそんなに普段頼まないんだけど、たまにはいいな。だんだん無言になってね。ある程度味を伝えしたんだからいいでしょって思う。卵食べて皆さんも食べに来たらって。フライドポテトも置いといてくれると非常に助かるよね、うん、子供が大好きだから、うん、うん、まっ。天下一武道会終わった時の悟空みたいな空間。本当だ、本当だ。魚介も入ってるな。入ってるよね、うん、あの温度がこう落ち着いてくると魚介感が、うん、入ってなかったりする、うん、私たちそういうことあるからね、うん、山ほど食いました。すごくない？私たち。いや、すごいんじゃない？これ結構。めっちゃ食べたわ。いや、お腹いっぱいです。どんだけ食ったよ、だって。8品。うん。あ、フライドポテトは抜いて。うん。めっちゃ食うてるよ。ごま団子。え？
ゴマ団子食うの？食べる食べる。すごいな。うん、すごいで、うん。揚げパンは？いや食えるか。あ、とりあえずじゃあ私一足を先にごちそうさんした。これ多分さ、うん、注文してる時にいやいや。そんな頼みすぎでしょって多分思われたと思うで多分食べ終わった今もどっか止めてカット割り入ってるからスタッフとかに食べさせてんでしょみたいな、はい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 、早送りでいいです全部食べてるところ見せていただいて結構ですね、はい、全部食べましたすごくないですか全部食べすごいすごいすごくないですか天下一武道会の あのシーンここじゃないですか悟空の試合後うち視聴者さんに私たちが食べてるとあの千と千尋のあの豚にされちゃった夫婦いるじゃないですかママでママねあれに見えるって言われてえいたじゃんどうかコメントでいたじゃんあったな、うん、なんか失礼なこと言われてるけど悪い気せえへんなそうなんだよありがとうございますはい、はい、はい、下げてくださいはい、どうぞありがとうございます店員さんもすごい食べてるから苦笑いしてたね今から厨房行って食べるだけ全部食べたのやばくないですか食べたみたいせーのドーンカレカレカレーいただきますあっ、怖いあっ、怖いできたてやうまい。こっから団子行くんは信じられへんわ。なんで？すごいなと思う。でもパパのが食べてるからね。そう。パパのが食べてくれて。体重30キロぐらい違う。30キロ。私と。メメランドが75やろ。そんな差がないんじゃん。もうちょっと少ないよ。70。もうちょっと少ない。30キロぐらい差があるかもしれんな。20キロぐらいの差じゃないとおかしい。身長20センチ。20センチも違えへんやし。あと167だから。13年骨格が違うの骨でもさ、太いよ俺も男で太いよかわいそうもう2個目それ、うん、あ、いやなんでチビランドの子どだろうねそんな高い子になりそうな気がするな秋バーバリーもねうんまた次回の大会の後に何また次回の爆食いでお会いしましょうありがとうございますチャンネル登録いってくれるチャンネル登録よろしくお願いしますバイバイありがとう